おはようございます。ティラット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、いやー暑くなりました。私ね、一つ悩み事があります。この時期、ね、実況を撮ってるのが梅雨の時期なんですよ。はい、梅雨の時期ってことで、まあとにかく雨が降る。はい、一人暮らしのね難点がありまして、洗濯物がね乾かないのこの前しびれを切らしてですね、私とうとうしびれを切らして、雨降ってねえからかけたらと思ったんですよ。仕事行ったんですよ。仕事中に、あら雨ねえというパートさんの声、はいはーいって帰った後ね、私後悔しました。いやもう我慢できなかったんだもんというわけで今回からねレジェンドクエストへ至っていきます。行ってみよう。はい、というわけで今回からドラゴンクエスト5、レジェンドクエスト5をやっていきたいと思います。まあ、ついにね、レジェンドクエストも9位まであるんですけど、これをクリアすることでね、半分になるということですね、レジェンドクエスト。はい。というわけで、ドラゴンクエスト5ね、どう見てもこのね、絵がハーレム。どう見てもハーレムですよ。脇をね、掲げたやつを左に携え。いや、もういいんだよ、その手の話は。行きましょう。さあ、レジェンドクエスト5だ。さあ、どんなんだ？あ、意外と多いな。あれ意外と多いんですね。こうして見るともっと少ないと思ってたわ。ただ今回ちょっと待って、ギガスラッシュとかギガソードとかダメージを与える系カードがないから、これはね結構頭使うんじゃない？スペシャルカード。これドラゴンオーブの汎用性はめっちゃ高そうだな。まあ、天空の背面はゴミだな。父の背中、あ、幼少時代からある。なんか前回みたいなさ、なんかさ、どっかのレジェンドクエストみたいにいきなり撮ったりしてない？あ、ファイブのね、曲に乗せてサンタローズから出発、サンタローズから出発してるのこれ。偉大な父とその息子である、幼い孫ですから、2年ぶりにサンタローズの村を訪れる。出会いと別れが交錯していく物語。親子三代にわたる巨大な伝説の幕を開ける。ね。あ、今回はね、ちゃんと幼少時代からやるのね。いや、てっきりね、もうね、前回みたいなことになると思った。私、ドラゴンクエスト5ということで、このようなチームを組みました。見てください。ゲレゲレピエール、スラリン。いや、ちょっと無理やりすぎないか。そのスラリン、ちょっと無理やりじゃないか。さあ、父の背中を追う物語、いざ始まりました。ね、パパスが手助けしてくれるとかはないんですね。あ、ちょっと待って、誰？佐々木さん誰それ？お、知らないモンスターいるんだけど。スラリン、知らないモンスターいる。お化けキャンドル、ナイスピエール！お化けキャントルいいのはわかるけど、お化けキャントルは確かに出るね。なんだあの2体。ちょっと待って、あの2体知らなかった。いくぜ、スラリン、はい、せーの、あ、ワン、ツー、スイッチ。ゲレゲレ、疾風の牙、よしよ。とりあえずダメージは取った。お化けキャントルはわかる。レノジロにいるからね、実際。なんだあいつ。あの赤いやつだ、なんだ。あ、結構食らう、ここ食らう。え、なにこいつ。可愛いんだけど、白い。アルミラージの白い版？デイン、デイン撃ってくんのか。にゃーどうする？え、なにこいつ？デイン、嘘、デイン撃ってくる。え、誰こいつ？佐々木さん、誰こいつ？ちょっと、佐々木さん、誰こいつ？スペシャルカードなんか使いましょう。スペシャルカードでもこれ、え、ちょっと待って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 。これもほとんど、ちょっと待って、スペシャルカードここら辺しかないじゃん、全部。全部ここら辺しかないじゃん。どうなってんのこれ。これでいきましょう。なに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 、情報量が多いんだよ。なんだなんだ、あれ、あのさ、俺のねイメージだと、赤いドラゴンキッズは多分ね、メラリザードっていう名前なんですよ。はい、メラリザードっていうやつがいまして、メラを撃ってくるドラゴンキッズなんですけど、デイン撃ってきましたね。あいつデインリザードに名前変えた方がいいんじゃないですかね。さ、空高くピエールドーン。やっぱりスパハイダメか。一発当ててくれ。一番当ててくれ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫だ。大丈夫だ大丈夫だ。さあ、デイン、やたらデイン言ってくんな、この連中。デイン言ってくんね、君たち。すいません、タワリンやめてほしいんだけど。まあ、タワリン狙うわな。火炎砲、何？え、何？火炎砲？何それ？ちょっと待て。おー、まあ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 。火炎砲ってきたぞ。あれ、メラリザードなのに、メラリザード火炎砲ってきたぞ。でも、デイン撃ってくるぞ。いやー、どうだどうだどうだ、
いや、ここ B 技で全部詰めて、B。普通に B、全員全体攻撃で詰めていこう。大丈夫か？大丈夫かこれ。大丈夫火炎砲。この火炎砲結構強いんじゃないか。いや、ちょっと待って、ゲリゲリやばい。おー、大丈夫だった。おー、炎の呪文だもんな。さあ、真空波を撃っていく！よし、オッケー！大丈夫大丈夫、お化けキャンドル風弱点だから入ってる。よし、ピエール決めろ。ピエールここ決めろ。はい、突撃性の、はい、よいしょ！オッケー。よかった。ちょっとヒヤヒヤしたぜ。妖精の世界。お、よかった。まだ優勝地が続いてる。妖精の世界。あ、ってことあれや。あの、ベラとか、あ、すげえマップ。見てマップ。ちゃんとマップを作ってある。まあまあまあ、ここ一つしかやらないだろうけど。ベビーパンサーを助けた少年たちと、君はサルタの時間に守る。ドワーフなどをつくね。あ、事件の暗幕ね。そうそう、ベラと一緒にやるんだよね。氷の女王じゃなかったっけな、ボス。氷の館。あ、炎系行く？正直ね、5でこの装備はいかがと思うんですけど、ちょっと、あの、5でこの装備はいかがなんかと思います。5なんですけど、竜神の夜身にまといました。はい、火炎劇ドラゴンブレイク、竜神の最貧乏。お供はね、寿司お前とブリザードマンでございます。全員全体攻撃。いや、まるでこれは天空装備は泣いておりますが、このパーティーを選んだ理由はですね、まあ、スペシャルカードがあるんですよ。これ、炎のリング。この炎のリングと水のリングというのは、攻撃または特技の場合、追加攻撃を行います。そしてビアンカは脇を見せます。はい！これでね、まあ、ただブリザードマンがですね、氷の呪縛じゃないと、なんだいきにブリザードマンって言うだろ、お前はね、ブリザードマン、佐々木さん誰こいつ佐々木さん誰こいつちょっと今日何こいつもはやこいつは誰何こいつなんか小さいんだけどちょっと小さい小さくないなんか小さいしちょなに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 なんだい君たち羽ばたきえああ羽ばたきかそうか羽ばたきだってるわドラキーマンいんのかてかよかったリング系大丈夫か行きますこれリング系の追撃で、ね、どんどん行きましょうはい雷神派当てろああ、ここに行くか。追加攻撃頼む。よし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 。あ、そうだよね。氷の女王だよね。多分、色合い的に。行きました。こちらの氷の女王。氷の呪縛。霊気を発して。氷の呪縛よし、ナイスリングリングリング消えリング消えオッケー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 。上々。このリングの追加攻撃はマジで強いからね。で、主人公もね、全部全体攻撃なんで。何かしら、あ、命中率低い方選べなかったよ。当たったよしだいぶ出んね。あ、しかもリングの追撃も発生した。すごいぞ、今回。お前らいつぞのお蔵入りパーティーと思いやんぐらい強いぞ。あれ？お前らいつぞのお蔵入りパーティーじゃなかったっけあれ？なんかお前らいつぞのお蔵入りパーティーのくせに今回めっちゃ頑張ってんじゃん。本編出るからってお前。クラッシュロック。何それ？なんかお前小さくない？何こいつ？ちょっと待って、石も小さいな。おなんか小っせえな。神田谷にしてやたら小せえな、あいつ。なんなんこいつの。なんでブリザードマンがさ、あの、同士打ち始めてんだ。面白いな。こういうレジェンドクエストの面白いところ、こういうところだね。いくぜーはいオッケーしっかり当てて、打撃は通る、ブリザードマンと、あ、ブリザードマンの対戦だね。いけ氷の呪縛霊気を発して。氷の呪縛はいスパイス避けてよスマイス避けていこう。オッケーオッケーオッケー。雪の女王。やっぱお前雪の女王か。お前初めて名前知ったわ。雪の女王か、やっぱり。あ、やべ。あ、これやべ。あ、やぶね、ラッキーラッキー。ワンチャンここで決めれるよ。ワンチャンここで決めてくよ。はい。竜神王の装備。いけ、竜神王。天空なんていらないやった。よしよしよし。すげえじゃん。お前、お蔵入りパーティーか、ほんとに。悲劇おい、悲劇始まったぞ。どうする？おい、悲劇になってる。悲劇。ラインハット、あ、あれ？パパスと少年をラインハット王に招待され、訪れる。ラインハット王が変にやつに誘拐され、あ、古代の時が犯人を追いかけていく。待ち受けてるのは大いなる悲劇だった。あれ？これまさか？え、嘘でしょ？え、早くない？え、早いでしょ、あなた。あれ、早くない？ちょっと。あれ、早くない？なんとなくですけど、相手の剣闘が尽きてきたんで、ここはね、勇者で行きたいと思います。最近解禁しました。天かける竜の剣技行きます。そしてお供はね、もう勇者といえばこれですよ。私の勇者はやっぱこれがしっくりきます。オーシャンクローとリザードマン。
芸人。さあ、お、え、あれ？なんか真ん中にいない？さあ、悲劇が起こ、えあ、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 どういうことこれ。ちょっと待って、リサ様、行ってこい。行くぜ、あ、剣術のデイ、あ、よいしょ。お、俺ちょっといよいよ、ちょっと待って、ちょっと、君たち、パパスの3人でやるんですかあなたたち。ちょっと、ひどくない？ひどくない？あ、やったー。ちょっと待って、それ、お前たちずるくない？ 3 人で、行くぜ、天かける竜の剣技、はい、オーケー。君たちずるくない？うん、なに？いよいよゲーム、ちょっと開始！よし！え、ゴンズとジャミいいんだけど。ちょっと、ゴンズとジャミいます。見てください。ゴンズとジャミがいます。どういうこと？じゃ、どういうこと？ちょっと、ゲーム一人じゃ勝てないって悟ってん。なに？魔王戦でゲーム一人じゃ無理だと悟ってさ、そういうことにしたの。ね、確かにゲーマはね、魔王の中で弱い部類に入るんですけど、なに？それを悟ってこうなったの？君それを悟ってさ、お供連れてきたの？ちょっと。しかもよくよく考えたらこれ、ひどくない？この構図。この構図ひどくない？3体にさ、3人でいきなりさ、やられてきてるさ、パパスをさ、急に娘助けに来てんじゃん、これ。タマサちゃん助けに来てモテるよ。行くぜ、天かける竜の剣技。はい！オッケー！さっき見た方がいいか。いや、どうする？え、結構、これマジで強くないかって、三章。三章強くないかってか、またかよ。え、三章これ、三章でこれ？リザードマン頼む。ゴンズの狙い撃ち。リザードマン大丈夫。リザーブ大丈夫。行くぜ、あー、よいしょー、えい、大丈夫。とりあえずね、どうするかなんですよ、ここ。あ、板掘ってくる、こいつ。ずるいなぁ。お前ずるくない？ちょっと。ゲマちょっとずるくない？なんでそれをレジェンド魔王カード、ちょっと待ってくださいよ。レジェンド魔王カードでなんでその構成ができなかったんだこいつら。ちょっと思うんですけど、ハーコンとかムドウはああやって音も連れてきてんのに、なぜレジェンドクエスタルこの構成ができなかったんでしょうかこいつら。嘘でしょちょっと君たち。いや突進切り怖いね。おし、ナイス。つばぜり合いした方がいいな。つばぜり合いしましょう。ゲマーか。いやちょっと待って、これ怖いよ。いや気持ちで負けちゃいかん。つばせりゃいきます。9、8、よし、オッケー、勝つ、ここで勝つ。盗めよ、ゲマに勝て。よし、娘がゲマを倒す光景が、え、三章にしてそれってあり？え、三章にしてな、そんなんでいいの？三章にして娘がさ、もうゲマに復讐してんだけど。何、負けた方が良かったのみたいになってんじゃん。あ、これ怖いよ。やばいよ、これ。ジャミのロデオクラス超強いよ、これ。そう、これね、24時間ライブの時にお世話になったんですけど、ジャミ結構強いんですよ。だから、正直ゲマより強いんじゃねえか。さあ、三日月、君たち。君たち、リザーブ？リザーブまでどうした？はい。OK！ スペシャルカード使いましょう。ここはとどめの一撃でいいと思う。普通に、とどめの一撃狙っていいと思うんで、ここはドラゴンオーブします。あ、ナイス！おい、ウルトモン！まあ、まあもう勝ちなんで、ここはね、ドラゴンオーブ使っておきましょう。坊や、お父さんを大切にしてあげるんだよ。行くぜ！とりあえずとどめで逃げ切りましょう。ね。ここに来る前にね、大きな大人からドラゴンオーブを見せたんだよね。あれ、これ削り切るんじゃないか。これ削り切っちゃう、もしかして。まあまあまあ、勝てればいいけど、勝てるんだったらいいかっていう なるけど、おっと、これは勝ててしまう。これ終わるな。これ勝ったな。だってリザーブは絶対ゲマ狙うじゃん。ゲマが受けない限り勝ちだよ。ゲマが受けない限り勝ちだよ。おや、ゲマ、おや、ゲマ、おや、リザーブ、お前分かってんね。ちょっととどめの一撃はもう、だってこれ、だって俺、とどめの一撃打つのもう俺決まってんだけど。俺とどめの一撃、俺とどめの一撃決めちゃうよ、あれ。あれだよ。あ、いいね、ウルドン。しかも、とどめの一撃打とう。決めました。
私この光景を見てとどめる時期はあれしかないって思ってます。おや、メラゾーマ。でもなんでお前それをさ、レジェンド魔王にできなかったの？こいつなんでレジェンド魔王にそれをできなかったの？もう俺さ、もう決めちゃうよ。メラゾーマ？わかるかい、ゲンは。ただ耐えたパパスの苦しみがわかるか。お前にな、わからせてやろうよ。お前にわかるか、ゲマよ。ただじっと耐えていた時のね、父の苦しみがわかるか、お前に。パパスよ、逆襲の時が来た。嘘でしょ。いいのそれ。ちょっと、パパス、嘘でしょ。行くぜ、パパス、やったれ。ホーリーレッチこの命なんて惜しくない、存分に戦った。どうせお前ら何ジャミとゴンズ倒れんだろ急に。あー、突然の死を迎えている。嘘でしょ、こんな展開もう終わりじゃん。え、待って、これもうレジェンドクエスト5終わりでよくね。